数々のヒット曲を生み出し、アムラーブームを巻き起こしたこともある大人気歌手、安室奈美恵。9月の16日に惜しまれつつも引退した彼女だが、芸能界では早くも大晦日の NHK 紅白出場歌手についての情報が飛び交い始めている。司会については嵐の松本潤、35、綾瀬はるか、33、の名前が一部スポーツ紙で報じられた。初出場が確実なのは、サッカー W 杯があった今年。NHK のサッカーテーマ曲に、ボルトエイジが起用された6人組ロックバンド、サチモス、サチモス。その他、名前が挙がっているのは、いずれも初出場となる男女5人組バンド、ミセス。グリーンアップル、エグザイル一族の7人組、ジェネレーションズ、シンガーソングライターのあいみょん、23、アニソン歌手のリサ、31、米津玄師、27。さらに、10月スタートの朝ドラ、満腹の主題歌を担当する、ドリカム、U.S.A. が大ヒット中の、ラパンプはそれぞれ返り咲きが期待される。しかしながら、頭数は揃っているが、目玉となりそうな歌手が見当たらない、レコード会社関係者、というのが悩みだという。そこで目玉候補に浮上しているのが引退ほやほやの安室奈美恵、40、である。まだまだラストライブの余韻も続いているが、NHK 側は一夜限りの復活劇を目論んでいるというのだ。沖縄から中継を打診か、NHK と安室サイドの関係はスペシャルインタビューを行うなど良好。昨年も出るはずがないと言われていたにもかかわらず紅白に出場しました。そんな経緯もあり、紅白の制作サイドは安室に出場を打診していると言われています。NHK ホールでの出演は叶わなくても、沖縄の離島などからの特別中継を含めて検討中。もし出場が叶わない場合でも安室企画コーナーはやるはずです。スポーツ紙音楽担当記者、平成最後の紅白歌合戦。大トリにふさわしいといえば安室以上の歌手はいないだけに、実現すれば視聴率は記録的だろう。